リカさん。おや、あんたかい。今のは鎮火太極拳ですか。よく知ってるじゃないか。ケンミンさんから習ったんです。技も教えてもらいました。ケンミンからね。見せてごらん、その技を。今ここでですか。早く押し。あ、はい。賞金だかい。私が教えた技だ。え、県民に鎮火太極拳を教えたのは私さ。そうだったんですか。昔の話だけどね。珍しい手形ですね。ああ、講師のことかい。中国拳法じゃよく見られる手形だよ。この技は社交ってんだ。覚えてみるかい。お願いします。相手に近づいて竹と投げを同時に行う。これが社交さ。構えな。技をかけてやるから体で覚えるんだよ。え、当たり前だ。こんな年寄りに技をかけようってのか。いや、そんなつもりじゃ。ほら、行くよ。どうだい、覚えたかい。なんとか。おい、そこの小僧、やっと見つけたぜ。今度は容赦しねえぞ。兄貴、頼みます。こんな若にやられたのか。だらしねえ。いいところに練習台が来たじゃないか。あいつに今教えた尺をかけてみろ。でも俺はまだ。近づいて酒と投げを同時に行う。忘れるんじゃないよ。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。行くぞ小僧。覚えたと思ったら大間違いだよ。はい、肝に銘じておきます。